あ、いい。いい。いいね。こっちじゃない。あ、そっちの方がやばいっす。胃腸じゃない。食べると。ちょうど良さそう。認知症の予防とかストレスね。Thank you。パン粉ミートどういう意味で？これ一枚じゃん。なるほど。パン粉ミートこれは。自律神経。違いますね。これはどうだった？超気持ちいいんですけど。いな、いなり。気温は寒いです。ピンク。あ、ピンク。それめっちゃやばいです。太陽のぐっと上がるところなんで覚えておくといいところです。ベトナム。ベトナム。イエスイエスイエス。上海。上海。お姉さんいて。びっくり。びっくり。私がびっくりですよ、マリさん。いや、よく気づいてくれましたね。だってすぐ分かった。気持ちいい。ありがとう。急いでんの。急いでんの。そうなんですよ。これやるだけでもだいぶ違いますね。どちらからだ？イラン。イラン？ネパールでしょ。ネパール。体がポカポカしてきたりとか。Very nice. Stress point. Stress point. I don't have stress. Thank you. Bye. オランダ。いい絵が撮れた。いい男だった。母なんですけど。あ、そうなんですか。母さん、若っ。母さん、まだ綺麗。そうなんですね。なんか母が力。あ、本当ですか。右手が力。疲れてます。うん、パンパンに張ってます、手が。目で。ああ、目でできた。見て。痛いですか？あー、やった。痛いですよ。すげえんだけどね。気持ちいいでしょ。すごいですね。消化器もちょっと張ってますね。疲れてますよね。痛い。ちょっと深いですね。深い。え、何これ。ここは自律神経の。あー、自律神経。あー、イライラしてる。あー、痛いよ。あー、自律神経。やばい。神経使って生きてる。神経使って生きてる。ありがとうございます。あ、楽。あ、肩が楽。あ、右手だけここ体が高いんだ。そうなんだ。すごい楽になった。ありがとうございます。ちょっと微妙に痛くないですか？なんとなく、ね、腰のあたりですよ。おー、はい、ということで銀河ハンコミ100人チャレンジ終了しました。寒かったね。はい、で本当にそのグローバルな、ね、方々がやっぱり銀河作ってるんだなっていうのがすごい集計で分かったんですけど、これからしっかりとまとめて集計したものを改めて発表させていただきますので、どうぞお楽しみに。ということで今日私たちこれにて退散です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。